ちは。偶然ですね、こんなところで会うなんて。お仕事の休憩ですか？私は友達とちょっと待ち合わせで通りかかっただけなんです。一緒にこの先のカフェでお茶しようって約束してて。あのカフェのこと知ってますか？私あのお店が好きなんです。なんでだろう、雰囲気かな。もちろんメニューも好きなんですけどね。この前も友達と来てって、私このカフェに来てばっかりですね。
場所でずっとお世話になると思うし、それに私たち以外の誰かが私たちを見守ってくれてたら嬉しいなって。っていきなりこんなこと言ってすみません。勢い余って変なお願いしちゃいましたね。貴重な休憩時間にお話を聞いてくれてありがとうございました。やっぱり誰かの話を聞くのも楽しいですけど、自分の話を誰かに聞いてもらえるのもいいものですね。あの、今度お時間があったらお話を聞かせてください。今日たくさん聞いてもらったお礼にいっぱい聞きたいです。それじゃあこれから千里ちゃんと会うので私は失礼します。って大変、もうこんな時間、走らなきゃ遅刻。